週刊文春電子版スクープ速報。元スマップの木村拓哉さんと歌手工藤静香さん夫妻の次女でモデルや女優として活躍する Kōki さんが静香さんの著作権管理会社 S の代表取締役に就任していたことが分かりました。7月12日にアメリカでも公開されたアイスランド映画タッチに出演している Kōki さん、演じたのは日本食レストランで働くアイスランド人シェフの失踪した恋人役です。自身初となるベッドシーンもあり、 Kōki さんは母も撮影現場に来てくれたと明かしています。静香さんの7年ぶりとなるオリジナルアルバム「名教止水」に収められた楽曲「水れ」のミュージックビデオにも出演をしているといいます。その Kōki さんが今年3月1日付で代表取締役に就任したのが静香さんの著作権管理会社 S です。同社は静香さんが嵐の素顔、黄砂に吹かれてなど大ヒットを立て続けに飛ばした翌年の1990年に設立。静香さんが代表取締役、静香さんの母親や2005年に亡くなった父親が取締役などを務めてきましたが、今年の3月1日付で一斉に辞任し、代わって Kōki さんが代表取締役に就任しています。Kōki さんはモデルや女優として活動する傍ら、作曲家としての一面を持っています。静香さんのほか、三浦大知さんらにも楽曲提供をしており、そのため著作権などを管理する会社の社長に就任したとみられています。静香さん本人のインスタグラムや所属レーベルのポニーキャニオンに Kōki さんが代表取締役に就任した理由について尋ねましたが、期限までに回答はありませんでした。現在配信中の週刊文春の電子版では、Kōki さんが静香さんの代表取締役に就任した背景のほか、元 SMAP のメンバーが再会を果たした夜の詳細などについても詳しく報じています。こちらの方はぜひ電子版の方でお読みください。週刊文春電子版では雑誌発売日の1日前にスクープ記事を配信中です。紙面未掲載のオリジナル記事や会員限定の番組も見放題。新機能の紙面ビューアーを使えば実際の紙面と同じように記事をお楽しみいただけます。コメント欄の URL をクリックしてぜひ週刊文春電子版をご購読ください。